1>, 1の位の選択肢は2か4しかないんですよ。3本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 。俺は何回でも言う。どれだけみんなにもういいよと言われようとも。はいどうもこんにちは。コンビチャンネルのしゅんすけです今日はですね数える順序についてやっていきたいと思います。そんなに別に教科書とかで強調されてるわけじゃないんだけど大事なことみたいな感じですね大事な原則みたいなものを学んでいこうと思います。ということでこれを見ていく。 12345の5枚のカードから3枚を選んで並べ整数を作るで偶数の作り方は何通りかというところで後半部分がねなんか前回の問題とは違うなっていう感じしますよね偶数の作り方は何通りなんだろうと例えば、まあ、前回までだったらこう12345ってやったらこうなんか123とかなんか345みたいななんか別にそんな何でもありだったんだけど今回は偶数じゃなきゃいけないよとだから例えば124とか132とか 2,4。2,4ってなったらもうダメか。2,4ってなったらもう偶数にはならないか。みたいな感じで考えていくわけですよね。5,1,2とかね。4,2とかね。まあなんかそういう感じで偶数は一体何個作れるんだろうってことを考えるわけですよ。これで一体どうやって解けばいいんだと。うーんってなる方も結構いると思うんでですね。まあ実際にね、考えてみようということなんですけれども。まあやっぱり基本は全部書き出すということですよね。うーん、全部書き出すのが基本であると。俺は何回でも言う。 何回でも言うどれだけみんなに「もういいよ」と言われようとも俺は言うということでですね、まあ、全部書いてみましょう。全部書き出すすのが基本ですということで実際に樹形図を使ってこの偶数の作り方みたいなやつをね数えていこうと思います。 というわけで数えてみましょう。まず一番最初のところには12345の、まあ、5つの選択肢がありますよね。12345の5つの選択肢があるぞと。これみんなも考えてみてよね。うん実際に手を動かしてそれをやりながら考えていくということが大切になります。じゃあまあこれ考えていこうか。1を使いましたと。1を使ってしまったらその次は2345ということで、まあ、4通りありますね。 2も考えてみようか。2の後は1 3 4 5ですよ、ね、まあこんな感じで345の方もまあちょっと考えていくわけなんですけれどもちょっと一旦ねこれの後考えてみようかここはねポイントなんですよねここがポイントじゃあこの12の後。12の後で偶数になるのはこの後が何にならなきゃいけないかっていうことなんですよねちょっと考えてみてこの部分がね今までと違うところなんですよねここがポイントであると今回の問題は実はこの最後の桁1の位のところに なんとですね制限が存在しているんですねなんと今回制限が存在しておりますこれがねちょっと非常に厄介というかですねえどうしようみたいな感じになるんですよねこの3桁の整数っていうのが偶数になるためには1の位が偶数である必要がありますよねということでここに制限があるよと 今回だったら、1、2と選んだ後はですね、1、2を選んでしまった後は、偶数になるためには4を選ぶしかないということになります。で、その次ですよね。その次、またね、ちょっとポイントがあるわけですよね。こう、1、3を選んだ後、1、3を選んだ後、偶数になるためには、これ、2でも4でもいいわけですよね。2でも4でもいい。ちょっと狭いですね。ちょっと計画性がなさすぎたんですけれども、2か4だということなわけですよ。だから、1、2、4、1、3、2、1、3、4っていうのが、今のところ偶数になるやつなわけですね。 ここで親ってことになるわけですよおやってことになるちょっとポイント覚えてますかこれは大事なので俺は何度でも書きますこの時点で掛け算が簡単に使えないといととうことが分かるんですよねなぜなら掛け算を使うには条件がありましたとそれがどんなものかというとそれぞれの選択肢から同じ枝が伸びているということでした これですよね。それぞれの選択肢から同じ数の枝が出ているから掛け算を使うことができるんだよと考えてみれば当たり前なんですけれどもまあそういう制限があったよということでこの時点であれみたいななんかどうやら単純に掛け算使うことできないっぽいなみたいな感じですよね。この2からは1本の枝が出ていてこの3からは2本の枝が出ているとどうしようみたいな感じですよね。うん掛け算の使い方がわからないという困った状態になってしまった。まあその後もちょっと考えてみましょうか。こう1、4と。 いうことになったら、残りは二三五なので、使えるのは二ですね。ちょっと、なんか下手ですね。で、次のとこは一五一五を使ってしまったら、残りは二四ということになります。狭いな。二の方もちょっと考えてみましょうか。二一。 を使ったら残りはなので偶数になるのは4だけでですねで次23だったら残るは4だけですね。残るは4だけですと。で24の場合24の場合はもう偶数にすることすらできない。これもう1個もないですね。1個もない。残念。25の場合はというと残りは4だけですね。っていう感じになります。なんと今回はですね1個も出ないというそういうところも出てしまったと。で全体的に1個ずつみたいななんかちょっとよくわかんない感じになっていると。これ1の島だったら123456個ある。 でも2の島だったら123個しかないということでえなんでこんなことが起こっちゃうのっていうことなんですよねこれなんでこんなことになるのかという話になるわけなんですけれどもこの一番最後の行一番最後の1の位のところここって、まあ、言うたら今回制限がかかってるわけですよね偶数っていう制限がかかってるわけなんですよここは2 4なわけですよね2か4でなければならないとでもここに対してですねこの前の部分が影響を与えてしまっているんですね この部分ですねこの部分がこの制限に対して影響を与えてしまっているよと制限にというかまあこの選択肢ですねここに影響を与えてしまっているとこれが問題なんですよ。どういうことかというとねここでは2か4しか選べないわけでしょ ?2 か4しか選べないってことはこの前でこの前の段階で2とか4が使われているかどうかっていうのが大事になってきちゃうわけなんですよ。 この前で2が使われていますよってなったら残りは4だけになってしまうでもその前のところで2も4も使われていないってことになれば24を使うことができるとで逆にまあこの2も4も使われてしまっていたらもう残っているのはないですよみたいな感じでですねこの前の部分この前の部分が後の選択肢に影響を与えてしまっているとこれがダメなんですよねこうなるとうまく数えることができないんですようーんみたいなええー、みたいな感じですよねじゃあどうすればいいのと いうことになると思うんですがこれ皆さんにコツをお伝えしますそのコツはですね制限の強いところから数えるということです制限の強いところから数えるよとまあ、これに関してはまあ、まあ原則っていう感じなんですけどね原則 こう考えなさいっていうルールというよりかはこういうふうに考えるとうまくいきやすいっていう感じでまあ原則とかコツとかそういう感じですまあ問題によってはもうちょっと複雑な時もあるんですけれどもこういう意識を持ってくださいこういうふうに制限の強いところから数えるとどうなるのかっていうことをね今からやってみたいと思いますこれ同じ問題です12345の5枚のカードがあるとして今回は3桁の整数を作るわけじゃん だから、まあ、百の位、十の位、一の位ってあるわけだよね。それに対して、この一の位に対して、制限がかかっているよと。 制限がかかっているでさっきはこの順番で数えたわけだよね100の位10の位1の位の順番で数えたわけなんだけどこれだとこの100の位とか10の位の選択っていうのがこの1の位に影響を与えてしまうというのがまずかったわけですじゃあどういうふうに考えればいいかっていうとこの制限の強いところから数えようよということになるわけですねこの1の位のところを最初に数えてしまおうというわけですで1の位を最初に数えてその後に10の位100の位について考えていくと。 いうこととにすすると分かりりやすくなりますまあ別に1の位100の位10の位でもいいですよ。もうこうなったらひっくり返した方がわかりやすいかなと思って110100という形にしていました。こうなると何がいいのかということですよ。こっからだ。皆さん。うん。こっからですよね。どうなるのかというと、このね1の位の選択肢は何があったかということなんですよね。1の位の選択肢は2か4しかないんですよ。2か4しかないわけです。 と,いうことでもう最初の段階で選択肢がねもうこの2つしかないんですよねこの24選んだ後どうなるのかと、えー、こっからがポイントですよ24選ぶまあだ2にしましょうか2を選びましたとその後はどうなるのかということなんですがこれ2を選びましたってやったらこの1345どれを選んだって構いませんねということでこっからウェーイっていうふうに4個に分かれるわけですよ2を選んだら1345ですかで4の方も同様ですよね4を選んだらのこれは1235わけです でさらにその後さらにその後100の位について考えるということになったらここでもねいいことがあるんですよねここで21を選びましたと21を選んだら残るのは345でこの345のどれを選んだっていいわけなんですよねどれを選んだっていいでこれは他の部分に関してもそうなんですこれ23を選ぶでしょ23を選んだら残りは145になります24を選んだ場合はどうなるかということになったら残りは135ですよね すいませんちょっと計画性がなくて狭いんですけれどもこの後バーって書いてもらえれば分かるんですがこれ全部ねこれ枝3本になります。 これちゃんと3本になります3本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 みたいな感じになるんですよねこれなんでかもう皆さんお分かりですよねこれこの部分に制限がないからですよこの部分に制限がないからこっちの部分が影響を与えないんですよねもう先に厄介なこの部分を数えてしまっているのでですねもうこの辺は制限がないわけですよ制限がないということはもうねこれ関係ないわけです自由に数えられる こうなってしまったらもうあとはですねいつものやり方ですよねもういつものやり方で考えれば OK とここまででは選択肢はいくつですかというとこれ2通りですよねこれ2通りでその後はこのそれぞれの選択肢から1234本の枝が出ているということになりますよねということで2る4ちょっと狭いですが2る4と。 で一番最後の部分ではこのそれぞれの選択肢から3本の枝が出ているということになるのでかける3ということになるわけですね。ということで答えは2 × 4る3で24ですね24通りということになるわけです。 こここれが使いましたねねということうで,です、ね、この制限の強いところから数えるのが原則だよということはですね覚えておいてください今回みたいなパッと見よくわからないやつだったとしても大事なのは結局全部書き出すことそれでいろいろ観察し樹形図を思い浮かべながら掛け算を使うというねこれが大事だということは変わりませんでしたねこれもずっとそうですからということです、まあ、次回はこれのもう1個発展みたいなやつをやっていきたいと思います次も非常に大事ですそんな感じでした最後まで来てくれてありがとうございます いつもの夜の音を吸っ濡れた路面に跳ねる足音船を濃く街並みがくれた些細な